はい、えー、こんにちは、えー。それではですね、えー、今日のマーケットからですね、振り返っています。えー、日経金株価が、ー、2%プラスというような形で、まあ、結構今日はですね、S 級州っていうこともあって、かなり意識をされているかなと思うんですけども、プラス743円ということで、大幅促進となっています。トピックスに関しては0.5%なので、12ポイント、まあそこまでのプラスではないですね。で、グロスに関しては、あまあ、弱さが結構ありまして、0.11%のマイナスとなっております。 えーまあ、この日経のですね、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数を見ると、値上がりが110、値下がりが111ということで、2%も日経金株が上げているにも関かかわらず、値下がりの方が一つ多いというような感じを見ると、本当に大型株主導といいますか、大型株だけで持っていったような、今日のこの相場かなというような形です。 まあその辺、キオードランキング見てみるとですね、わ、えー、かるというところもありまして、ソフトバンク、ファーストリテイリング、アドバンテスト、東京エレクトロンというようなね、えーまあ、こういった大型の銘柄のところで、えーまあ、ほとんどですね。 この743円ですね、形成されたような気がします。多分これ10銘柄合わせるとほぼほぼこのぐらいになるんじゃないかなと思いますので、本当にですね、大型株強かったなということですね。ヒートマップもすごい結構ね、青が目立つような感じもしますが、ちっちゃいところで行きますと赤もすごい多いというところで、結構今日は見てる銘柄によってですね、なんなら結構マイナスでしたっていう方もたくさんいらっしゃるような、そういった相場ではないかなと思います。 そんな中ですね、今日はよりきから、動きが良かった、ルネサスですね、計算発表しております。前期最終は31%増で3年連続最高益と、1 2月期は8%減益。まあ、これのところはですね、コンセサンス通りかなというところでしたが、やっと、配当を復配してきましたということですね。19期ぶり28円で復配という形になっております。まあ、いつか、ね、復配あるだろうなというふうなことはいろいろなところで言われてたわけですけども、まあ、ついに、 このね、2023年12月期というところで、28円ですね、えー、復活をしております。まあ、これが結構気が、気きがなってるような感じがするんですけどね、7%ですね。今日は171円プラスで、えー、引けているというような形で。あ、すいません。ちょっと更新したい164円に変わってましたね。はい、ということで、えー、まあ、もう一回ですね、チャートの方をぜひ見ていきます たいいなと思います、まあ、ちょっと前にもですね、このルネサスの動画っていうのは撮っていましたので、まあ、その辺のところもですね、えーまあ、答え合わせというような形も入れたいと思いますが、まあ、付き足して見ていきますと、 ここですね。2023年の11月ですね。ここでしっかりと大陽線を作って、反転の動きっていうのを作ってからですね。今2ヶ月連続でですね、横の調整ですね。この日柄の調整っていうのを入れている。上に下にと火をね、つけながら、まあ、動きを迷っているような状態っていうところですね。 で、えーまあ、今日のですね、えー、決算を受けて、えー、また上に持ち直しているようなところなんですけども、まあ、レンジのですね、上限のところはまだ抜けていませんので、まだまだあ展開としてはですね、上と決めつけるのは早いかなというふうに思います。ただ、こういうですね、トレンドライン、付き合でてのトレンドラインというのがありますので、まあ、このトレンドラインを下に割るまではですね、えー、基本的には上目線で、えー、ポジションを取っていくっていうのがですね、一番いいかなというふうに思います。目標としてはですね、えー、ここをですね、えー、昨年7月の高値の 2,900円台ですね。まあ、これうのうところが、あいったのですね、目標値になるのかなとは思っております。 はい。続いて、週足を見ていきますと、まあ、この狭いところのレンジっていうのが狭、ね、く続いているっていうのがね、えー、これすごいわかるんじゃないかなと思います。で、上限のところでいきますと、ちょっとあまり揃わないんですけれども、大体2600円から2700円。まあ、これのところっていうのは心理的にもですね、理学をしたくなるような、まあ、ラインにはなってくるのかなと思いますので、まあ、この辺の2600、2700たりを抜けてくると、一気にですね、えー、上昇と。 いう動きになってくるかなと思います。だ、ここを抜けるまではですね、まだ、ちょっと短期的なトレードに、えー、特化した方がいいのかなと思いますので、ここから入るっていうのはあまり優位性はないような気がしますね。 冷やしですすね見ていいいきたいと思います、まあ、前回のですね動画とかもですね、よろしければまた見てほしいなと思うんですけども、まあ、その時何を言ったかというと、まっ、あ、たですね、この下落というのをしていまして、その時にですね、この2360円のこのラインというところが、まあ、非常にですね、過去にもこの辺のところっていうのはですね、2300円台っていうところは反発をしているところでもありますので、まあ、この辺のところまで下落するっていうのはですね、十分しないように入れていく必要があるだろうと。なので、これより下に行ってしまった場合っていう っていうのは一体撤退ラインっていうことでですね、えー、損切りをしておいた方がいいんじゃないかってことで、このバツ印をつけていました。で、今日はですね、もうこの真下のところから来てるわけなんですけども、やっぱり警戒感ってのはあったと思うんですよね。まあ、半導体関連のところ、そんなにこの決算後、動きいい銘柄っていうのが少ない中で、えー、まあ、今回の副配っていうところですので、まあ、非常にいいこれは好材料っていうことで、えー、一気に寄り付きから大口が買ってくるような動きありました。 で、えっと、ここですね、2450円あたりっていうのは、出来高だまりでもありましたので、まずここをしっかりと今日抜けて終われたっていうのはプラスかなと思います。ただですね、まだこれ、レンジの中間、真ん中辺にはなりますので、しっかりと、この上昇っていうところを見ていくんであれば、やっぱりこの辺のラインですね、2700円ぐらいを抜いてこないと、なかなかですね、ちょっと腰を入れた回っていうのは難しいかなと、個人的には思ってますね。まだまだここっていうのは出来高の多いところで、売りも降っていきやすいと思うんですよね。 でもう一つ言うと、この信用改ざんのところなんですけども、まあ、最近ですね、結構増えてまして、まあ、期間の空売りこそないんでいいんですけども、えー、2週連続でですね、300、275万と575万ぐらいですね、まあ、600万ぐらいですかね、えー、2週で増えていて、1245万株の信用改ざん。まあ、これはかなり多いですね。まあ、一応、できたかっていうところを見ると、1500万以上はありますので、こなせない量ではないんですけども、やっぱりこれだけ信用改ざんあると、なかなか上値が重いという 展開にはななりやすいってことこのでまだまだですね、えー、今日利理をしなかった球っていうのが、下で残っている可能性っていうのは結構あるかなと思いますので、まあ、そこはですね、えー、もうちょっと、ここからぐんぐん上がっていくっていうよりはですね、えー、少し売りをこなしながらっていうような目線で、まあ、見た方がいいのではないかなと思っています。 で、まあ、明日以降の戦略っていうところもちょっと話していこう。まあ、デイトイとかね、する方もいると思うので、ちょっと話していきますと、えっ、ー、と、今日の足だけですね、ちょっと見ていくと、これ5分足なんですが、まあ、よりですね、一気にこう、ぐっと変われまして、で、一回これ売りこなしていくわけですね。で、半値戻しぐらいをすると。まあ、このようなところはやっぱ信用改ざん多い銘柄の特徴かなと思います。まあ、例えば今日日日鉄ですね、日鉄高決算で上げてましたけども、結局はですね、あの、だらだら下げていって、大して上げじゃない形で今日引けているんですよね。 で、やっぱり日鉄も信用改ざん多いので、そういうふうになってくると、やっぱああいうような感じで、えー、まあ一回下に押すと、売りをこなすというような作業が必要になるので、まあその後に、売りをこなれた後にまた上がっていくんじゃないかなみたいに思うんですけども、まあ、レンサスに関してはやっぱり上の力が強かったので、このずっとですね、福祉寄り付き後もですね、出来高結構高い水準を保ったままですね、えー、ぐっと買われるというような形っていうのがあって、下げてもぐっと買うっていうような感じ。で、で後半もですね、 5番に関しても寄り付きからですね、結構おうちのいっていうのがあった感じがしましたので、まあそういう意味で言うと、この形っていうのは非常に強いですよね。寄り付きでグッと上げたものをしっかりと保ったまま、持ったままですね、高根県で引けているっていうことを見ると、まあ明日以降もですね、もうちょっと攻めていけるのかなと、そんな風には思っています。で、ラインとして意識されるのが2500円なんですよね。だから2500円を下に割るとちょっと苦しくなるので、これは撤退した方がいいかなとは思うんですけども、それより上でいる分には結構ですね、ロングは 狙っていっていいんじゃないかなと思いますので、まあ明日も寄り付きで、例えば、ね、少し、えー、利確のです、ねえー、こなれがあるかもしれないですけども、2500円で反発する分にはです、ね、エントリーしてロングで、えーまあ、こういうことですね、こう入っていくっていうのはありだと思いますし、まあ、そんなにいい売りがです、ねえー、寄り付きが来ない、あるいは少しギャップアップぐらいで来るのであれば、まあ、そこからです、ねえー、寄り付きは攻めていくのも面白いのかなと思いますので、まあ、ちょっとこの辺り、今参考にしてみていただくという感じですね。えーまあ、ただ先ほど、さっきも言いましたように、改ざんは 結構多い状況でですので、まあ、割とここはシンプルにですね理確をしていった方があの持ち続けるというよりはですねシンプルに理確をしていって、まあ、上のところは結構重いという頭でいった方がうまくいくような気がしています。 はい。ということで、えー、今日はですね、えー、よりきから、高ーケさんでですね、上がっていきました。ルネサスですね、えー、見ていきました。えー、まあ、普段からですね、えー、こういったあ、そのトレードとかですね、えー、まあ、デイトレスイング両方ですね、お話をしたりしてますので、よろしければですね、えー、高評価ボタン、それからチャンネル登録ですね、えー、ぜひよろしくお願いいたします。それからあ、株のですね、オンラインサロンも僕やっておりますので、まあそういったあ、もうちょっと効率よくですね、えー、僕のトレードとかをしていたいなという方はですね、概要欄から、あ 覗いて見ていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。